ジェームズ・スコット・バウアーバンク。ジェームズ・スコット・バウアーバンクは、イギリスの博物学者、古生物学者である。ロンドンのビショップスゲートに生まれた。父親の醸造所で兄弟と共に働いた。天文学や植物学などの博物学に興味を持ち、顕微鏡を使って熱心な観察を行い、貝類やサンゴ、モスやゲート、軽石などの研究を行った。化石のコレクションを作り上げ、ロンドンクレーの地質の中の生物の痕跡に強い関心を持ち、1836年頃、四神魚の軟体動物の著者のフレデリック・E・エドワーズらの6人のメンバーとロンドンクレークラブを設立した。1840年にロンドンクレー中の果実、種子化石の歴史を表した。2年後に王立協会のフェローに選ばれた。1847年にイギリスの化石の記載と出版を行う学会の設立を提案し、これは英国記載古生物学会の元になった。1844年から1864年の間、自分の屋敷で毎週月曜日の夜、彼の収集物や顕微鏡を学生のために公開した。海綿類に興味を持つようになり、4巻のイギリスの海綿類の研究を執筆した。バウアーブは植物の学名で命名者を示す場合にジェームズ・バウアーバンクを示すのに使われる。ありがとうございます。